社長にと。え、すごいなこれ。社長にユニコーン。社長に。でもネタにしようとすんだよ、うん、ちょっとぶらつこうと思っただけだし。おっぱ誰に買うの？誰にとか、もともとその韓国に来た時にお土産って買わない主義なんだけど、うん、まあ、今回結構間空いたし、うん、なんかキーの社員さんがいろいろ増えたらしいんで、うん、女性社員に。女性だけ？下心入ってるじゃん。下心とか言うな。レディには優しくだろう。なんか聞いたら、うん、女性社員が、うん、あれ、ぽよんぽよんぽよん欲しいか言ってて、うん、あんなんでいいのって。あれが欲しいって言ってたの、ね、なんか一説のダイソーにも売ってるみたいな話だったけど、うん、それだけ買うのちょっと申し訳ないなと思って、うん、化粧品とかも、うん、見ていいのあればなって。そっち系ね、うちが勧めてあげる。いい、女心つかめる方法。いやでもさ、なんか急にカメラ回されたらさ、なんかプレッシャーだし、なんか緩くなるよ。緩くてもいいよ。まあ、とりあえず、その前に、すみません、足元。クリスマイナスマン。っていうか、またアートバスかよ。まあでも、ぽよんぽよんペンだけでいいかも。うん。オッパー組んで、日本の100均のとちょっと違うよ。あ、ちょっと違う。あ、本当だ。そう、6人。ちょうど6色ある。あ、いいじゃん、いいじゃん。こんなんでよかったよね、なんぼでもね。じゃあ一個社長さんにあげよう。社長で喧嘩売ってるでしょ。社長さんこれ。あ、社長にね、うん、こういう雑草魂忘れないで。お姉ちゃんの吉田さんにこれあげよう。いい、吉田さんめっちゃ真面目だから。だからこれをあげて遊び心を燃やすの。次どこ見たい？おー、なんかパックとか。あー、じゃあオリーブヤングだね。うなんちゃん、あとヘアオイルとかも人気だし。あー、オリーブヤング、オリーブ。どこの女の子ちょっと可愛い。お前ちゃんと俺をスターみたいに出す。ミスマイナスは見てる？こっち見てる？見てないよ。マジで？ちょこれピースマイナスワン見せてくるから。ちょっとどこ最後カラカラ。見てる？見てない。気にもしてない。お兄ちゃんでもそんなに女の子を好きだったら人生悪くなるよ。急にマジレス。こんなのも気軽に買うにはいいよ。じゃあ500は。おっぱ、こんなんは？何枚で6200円？4枚で。バラで1枚ずつ。あ、パンツもいいな、下着とか。あ、いいじゃん。これ持ってるし。パンツとかってさ、何枚もらってもさ、困らないじゃん。うん、これ社長にどう？いや、すごいなこれ。これ社長にユニコーン。社長に。社長さん。でも社長似合いそうだ。似合うの？そう、社長もこんぐらいだこれ。お前何言ってんだよ。おっぱい、夜間着だ。夜間着？夜に光るやつ。光せる意味は。こんなの買うの？あ、これ選んだの？はい、買ってきました。イエーイ。
り上がるとこない。お土産パーティーいっぱい買ったし、ね、お前もそんな嬉しそうな、こんな買うつもりじゃなかったんだけど、でもうち選んだの全部見たら、よく選んだな。俺でもね、お土産選ぶの結構ね、センスいいって言われてる。ああ、うん、でもうちもお土産もらうときあるじゃん、うん、自分で買いたくないものくれたら嬉しい。わかる？自分で買うにはちょっと小賢しいけどってやつ、ね、でも美味しいやつ、うん、そのケーキ美味しいよ、うまいケーキ屋さんで。うち生クリーム嫌いなんだけど、うん、そんな汚く食べる。クリームは上のうちごとじゃ、それ嫌だな。まあちょっとじゃあ、俺ちゃんこの際なんで、うん、俺流の韓国のお土産の渡し方紹介していい？うん。まず俺的には土台となるこの袋をアドバイスで買います。ランドミースセンスのあるなんて書いてるの。ああ、これは前も紹介したけど、もらうためにあげます、あげるんでよくしてくださいね。まあ今回これにしました。これお前もあかれい乳首こうやって、これでもう工場干しじゃん。で今回はオリーブウェアなんですけど、まあオリーブウェア行けばさ、大体その時の流行りとかさ、うん、人気の商品があるじゃん、うん、で今回はもう、みちゃんですね、うん、これはいつでも人気だね。そう、なんか安定感あるんだよな、うん、これをこう、まだ買ってみましょう。これだけでもさ、ちょっと嬉しいんじゃん、うん、お土産としては、うん、で、まあ韓国のこの、ね、新大久保とかにもあるけど、うん、パックを、うん、パックなんて安いんで、うん、ほら、もうすでにいつも入ってる。いいじゃん、いいじゃん、素晴らしい。で、普通の人はこれで終わってる、ね、でも、まあ、お兄ちゃんぐらいね、センスの人間になってくると、ここにちょっとお菓子を、おー、で、チョウフドペペロがね、特殊だったんで、うん、かわいい、まあ、こういう、どれが出るかなっていう楽しみ、ギャンブル性も入れるっていうところが、あー、さすがですね、それね、うん、よいしょ、やるとちょうどいいじゃん、うん、この袋がちなみに何円なの？この袋が一番高い150円だ、うん、高いね、袋でしょ。ペペル高いからこうやってあげると福袋要素もあって、うん、いいね、いいね、いいでしょ、うん、あ、でもかさばるな、一回出さなきゃ、うん、で、実は、うん、もう一個あって、うん、これも今回2本持って帰ると思ったんですけど、うん、はい、これちょっと今出せないんですけども、2020 NCT じゃ、そうですね、サラを言うな、うん、台湾で買ったんだよ、え、これめっちゃ買ってるやん。アイドルの CT まで、うん、まあ、ここにはね、僕のお友達も収録されてるから、うん、いいじゃん、めっちゃ韓国の文化を入れた感じある。たくさん聞いてねって押してるんで、うん、今も押してほしいんだ。いや絶対これもらって嫌な人絶対いない、うん、でも十分だと思うよ。こうやって盛りだくさんにしてあげるとさ、うん、盛り上がるじゃん、うん、何そのアングルで、まあ、こんな感じかな、うん、え、これはあ、これは、うん、個人的に言うちゃう、かわいいよね、パサパン、ここで飲むな、あ、うん、で、イエスで、社長と担当のマネージャーにも、おー、やっぱりね、さすがにパンツってね、うん、自分で買うには結構高いし、うん、めんどくさいけど、人からもらったらいいよね。他の人はどうすんの？なんで他の人誰？違う社員さんたち、あ、男？うん、男はもう、うん、これ一パックあげるんじゃないんだ、これ一個ずつ、16入ってるからちょうどいいな、マジか、で、定番じゃん、定番だけどさ、俺でもね、あの韓国のメニュー、韓国のり渡してくれてる、本当は知らないんだけどなんか、もう会社から仕事こなそう大丈夫、ちゃんと押さえるとこ押さえてるから女のパワーは強いからね、そう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 、お前でもさ、うん、めっちゃ女子にだけ気に入れれようとしてるじゃん。じゃあ、うちはトウモロコシそれと、聞いてる？ヤマちゃんギョッキこれもう入れといたよ、え？あ、じゃあ一個だけ入れよ、あ、一個だけ当たりで、一個だけ当たりで、うちも買うつもりなかったんやけど、この Everything is OK 星をつるやつ、フィンフィン
でも、これ一個おまけで入れようと。紫と青色。これもらったらもう。でもお姉ちゃん、本当よくやった。あ、そうっすか。うん、こうやってちゃんと挨拶しなきゃダメだよ、社会人は。はい。で、うちからもよろしくね。よろしく伝えておきます。うん。今日もこんな感じ？え。はい。ご視聴ありがとうございました。はい。